あれ音楽が違うぞ。10月31日ケルヒメスイーツ、何が起こってるの、早く早く。わー、くす玉だ。なんだなんだこれは。あ、好き、こういう系の音楽。さて、火曜日の更新でスロットのことはもうどうでもいいっす。これかな、ゴールドチケットプレゼント、あ、いいです。プレチケ買った人がもらえるってやつね。ゴルチケのさ、ね、出てくるものがもうちょっとね、魅力的なものが増えればいいんだけど。で、運動会みたい。王国競技祭。またこうやって新規の衣装。またテコ入れか。ただいまの順位。ん？何これ。姫たちの応援方法。みんなで応援？え、何これ。くす玉割り。さっきのあれか。5周年スロット、無料で1回回せるお試し版スロットも、へえ、そういうのもあんな。スロットページに見に行けばいいのかな。プレチケのプレゼント、アニバーサリー宝箱、宝船か。交換所にアニバーサリー限定もの、時間の経過で、これは自動的にもらえるやつ。あ、スケジュールいっぱいある。ザックザクと支援はやっときたいね。全強化祭50やっとか。しかも、この期間でって感じじゃなくてこの日だけみたいな感じなのか。めんどくせえ。全部出していいよ。5周年とかさ、そういう美味しい期間内だから、この期間内はさ、あの全部丸つけた方がいいと思うんだ。強化石の出るやつやら、まあ50か。もっと来るような気がするんだけど、5周年だからここで打ち止めか。4周年の時の方が美味しかったんじゃないのか。壁紙がありーの。さて、応援方法はこちらって書いてあったところに戻ってタップ。みんなで応援。11月28まで長いね。投票、応援うちわの本で応援うちわを作成、バーンしてとか。あれを作るの。作成数が多い応援うちわの人が上位に。で、上位になったら何、なんかそのキャラの得点がもらえるのかね。応援うちわを作った回数に応じて達成報酬。へえ、娘メンバーか。使用人かと思ったら娘メンバーだ。やったー。まあ強いかどうかわからんけど、応援系でしょ。でもくす玉割りとかあるけど、あ、スロット今なら1回無料お試し版、これだけか。あ、なんか武器が手に入るのかな。メンバーだった。メンバーも一応出るんだ。へえ。とりあえずくす玉やりに行きますか。何がいいだろうね。あ、しまった。触っちまった、蹴っ飛ばすを。まあいっか。とりあえず強戦士でがっつり押せるかな。はい、ステージデータダウンロード。そういや今日一応ハロウィンか。今日渋谷区にのみ台風が起こればいいのにね。まったく区が運営してないから、いつも通りあそこ無法地帯だからな。あー、運動会だ。あ、ミスった。敵の属性がグーだった今。ゴリゴリ減ってはいるけど、まあ半ばボーナスステージって感じなのかな。楽しんでもらえると嬉しいな。だってさ、じゃあこれはヒット数が多いやつ。あー、しまった、チョキちゃダメー。あ、でもかなり減る。もともとが弱い。
うまくいけばこの一戦で終わることもできるかな。どっちがいいかな。ジャッジメント一発だから先制の方が削れるかな。ここまでライフの減るスピードが速いと気持ちいいな。なんかいろいろ広告っていうか宣伝が入ってくんだけど、よし、先ジャッジメントの方が良かったかな。これはこれで長いな。あといくつ？あと5。ちゃんとした編成でいけば終わりそうだね。一戦で。てか終わるか？どうだろうな。チョキが何人かいるし、先制術師でどんくらい削れるか。あ、終わった。おーい、最後っぺ。あれ？そうか、倒してなかったのか。なるほどね。あ、うちわとゼッケンといろいろ。誰を応援しようかな。結局ケリ姫になるかな。うちわの本、あ、これうざい。スキップしちゃおうかな。一応どんなのが手に入るか。スキップでも確か全部見れるよね。うちわの本が手に入って、誰のを作りましょうってとこでしょ。55とかあるんだけど、とりあえず作るか。で、素材いっぱい持ってたら連続で作れると。はい。作った。で？でって感じだけど。まあ集計されてからだね。あとは、アニバーサリー。うわー、ここでか。シャーベットじゃ6にいいのでなさそう。まあ、だっかな。まあだっかな。大冒険の始まりよ。これで後半の方のステージだったら結構美味しくいただけそう。あー、ちょっと取り切れてない。やだー、そういうちょっと時間かかっちゃうじゃん。まあこの5周年記念のが手に入るんだったらいいか。よし、ってな感じで今日は特にステージ他ないよね。なくていいよ。うん、ないね。じゃあ今日はここまで。
また明日。